QR バーコードを利用したスマホ決済の例、電子決済とは、商品、または、サービスの代金の決済を、硬貨や、紙幣などの通貨で支払うのではなく、通貨と同じ価値を持つデータの送除によって行う、仕組みである。1997年当時の優政賞の、分類によれば、従来の決済手段である小切手、クレジットカード、オフラインデビットを、オンライン通信により、 電子化したものが電子決済であり、典型的には以下のものである。これに対し、電子マネーは必要に応じた暗号化、電子署名がなされた貨幣データであり、貨幣データをカード等に格納するものとネットワークオンライン認証により保持するものがある。典型的には以下のもの。郵政省による分類に対し、今日的な分類では、 決済の手段と方法に着目して分類される。決済においては、決済の手段と、それを前提とする決済の方法とがある。電子決済にも、決済の手段の電子化と、決済の方法の電子化とがある。例えば電子決済に用いられる電子マネーは、競技には、決済の手段を電子化したものを言うが、講義には、決済方法だけを電子化したものも含む。がって、 電子マネーは、それ自体が価値を有するか否かにより、決済手段性のあるものと決済手段性のないものに分けることができる。電子決済は競技には決済の手段の電子化を言う。この電子決済のシステムは、金銭情報などの電子データを保存している場所により、カード型とネットワーク型に分けられる。金銭情報などの電子データは、カード型の電子決済のシステムでは、 カードや携帯電話に内蔵した IC チップで管理され、ネットワーク型ではオンラインのサーバーで管理される。さらにカード型の電子決済は端末に挿入して読み取らせる接触型と端末にかざして無線通信により読み取らせる非接触型がある。一方、決済の方法の電子化には銀行のデビットカードなどの支払い指示型電子マネーがある。 支払い指示型電子マネーはそれ自体が価値を有する決済手段にはなっておらず、預金通貨の移転を電子的に指示する仕組みの支払い手段である。以上の電子決済のシステムは、サービスや商品購入と決済の時間的関係からの分類では、プリペイド方式、ジャストペイ方式、ポストペイ方式に分けられる。なお、電子マネーは現金の代替となる。 支払い手段の一種を言うが、統計や調査、研究により、どの範囲を電子決済に含めるかは異なっており、必ずしも一様ではない。インストアキャッシュレス決済は、決済情報の伝達手段により、次期ストライプカード、接触 IC カード、非接触 IC カード、QR コードやバーコード、その他のビーコンなどの種別がある。中でも、非接触型決済は、 決済速度などが優れている。前述のように決済面の電子化は、決済自体のオンライン化と不可分であり、これに金融機関のオンライン化が先行していた。電子技術、通信技術や近距離無線通信技術の発達により、電子決済や電子マネーなどの高度化が図られて、今日に至っている。今日では、全世界で急速に電子決済が普及しており、通貨の キャッシュレス化が進むことにより、キャッシュレス社会となるとの見方が強い。世界で最もキャッシュレス化が進んでいるスウェーデンでは、スウェーデンクローナの通貨使用率が2%となっている。当期の現金輸送が困難を極めるスウェーデン、高額紙幣は存在するが利用しにくい。アメリカ合衆国、偽札が多く現金そのものに、信用のない中華人民共和国、 大韓民国など店舗側に利点のある国家において普及率が高い。一方、日本では ATM が街中にあり、通貨が何不自由なく使えるため店舗側に手数料に見合うだけの利点がそれほどないこともあり、普及速度は上記の国家に比べて緩慢である。ただ、日本でも2009年の資金決済に関する法律により、 小口為替取引の規制が緩和され、資金移動業者の登録を行えば、銀行等の金融機関以外のものも、決済市場に参入できるようになった。2012年の時点で、電子マネー主要6企画での決済総額が3年間で2倍になるなど、急速に普及が進んでいる。アップルペイで利用するスイカアプリモバイル決済とは、携帯機器を使用した現場における電子、 決済システムを一般に言う。使用する携帯機器のクラスにより、携帯決済、スマートフォン決済とも呼ばれる。なお、携帯機器ではない隠しカードを利用した決済は、モバイル決済ではない。決済情報の伝達手段により、以下の種別がある。非接触 IC チップを内蔵した、キーホルダー型決済ツールの例。ありがとうございます。